はい、福岡市で唯一の慢性腰痛専門整体院復活、副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、痛みを取るためのヒントアイデアをですね、痛みで悩んでらっしゃるあんたにお届けできればと思います。はい、そしたらですね、やっていこうと思うんですけど、明日ですね、講師の仕事があって、で、治療院お休みなのでですね、こういった備品ですね、まあまあ、ベッドの上に敷いてるこういう茶色のタオルとかをですね、洗濯しようと思ってるんですけど、雨が降るんですよね、そういう時に限って。はい、よくですね、働いてらっしゃるこう主婦の方ですね、共働き でせっかく休み思いっきり洗濯しようって思った時に、雨が降られる時のですね、気持ちっていうのが分かるなっていう気がします。はい、まあ、これからですね、もうすぐあとどんくらいかな、半月ぐらいしたら梅雨の季節がやってくるので、ちょっと洗濯物がですね、干しにくい季節になってくるかなと思うんですけど、部屋干しでもですね、こう匂いが残らないような洗剤を知ってる方いらっしゃいましたら、私に教えてください。はい、そしたらですね、やっていこうと思うんですけど、前回ですね、まあ、昨日っていうのはお尻の筋肉、大臀筋っていうのが原因で膝の痛みになることがありますよってお話をしました。大臀筋ですね、まあ、どこなのかっていうと、じゃん、はい、まあ、ここに骨盤があるんですけど、ここからですね、太ももの外側にこうついてくる筋肉ですね、これが大臀筋になってきます。まあ、私たちの体でいうとどこなのかっていうと、この見えるかな、はい、ここですね、ポンって触った時に最初に触れるところが大臀筋って言われてますね。はい、でこの筋肉が硬くなってくることでですね、この筋肉が硬くなってくると O 脚になってきます。ちょっと見えないね。このお尻の筋肉がですね、硬くなってくるとだん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 こう O 脚になってくるんですよね、 O 脚。そうすると膝がですね、ちょっと曲がってきたりとかして、内側にかかるストレス、膝の内側にかかるストレスが大きくなって膝の内側が痛いとかですね、いう方が結構多くいらっしゃいます。はい、なので今日はですね、そこの、お尻の筋肉っていうのをしっかり緩めてですね、膝にかかる負担を減らそうっていうストレッチっていうのを、お伝えできればと思います。はい、で大臀筋のですね、ストレッチもたくさんあるんですよね、たくさんあります。で今日はあなたにですね、お布団の上、あるいはベッドの上、あるいは床の上でできるですね、お尻のストレッチっていうのをお伝えできればなと思います。はい、で実際にですね、やっていこうかなと思うんですけど、まあ、これは結構ベタですね、ベタなやり方なんですが、まずこんな感じで自分の中でポジションをまず取ってください。両手後ろに軽くついて膝を曲げる状態で、右足ですね、右の太もも、ごめんなさい、大臀筋をですね、ストレッチしたい場合は自分の右足をですね、こんな感じで自分の足首の外側を膝の上に置きます。こんな感じで、でこれでもうすでに伸びてる、このお尻のこの部分が伸びてる人もいると思いますけど、これで伸びがなんか感じづらいなと思う方はですね、こっちの足ですね、この足を曲げてあげてください。もっとこういう感じで、そうするともっとこっちのですね、右足の伸びっていうのを感じれるんじゃないかなと思います。でこれも痛気持ちいいなぐらいの強さでやらないと、逆効果だったりとかしますので、自分で膝の角度を決めて痛気持ちいいなっていうところを探してあげてください。で探したらですね、この状態で、30秒間深呼吸をしてあげてください。30秒間ですね。でポイントはですね、この時にしっかりとですね、この時にこの辺に足を持ってくること、この辺、これをね、こうするとあんまり伸びないので、ちょうど膝の上に足を持ってくるようにしてほしいかなと思います。はいですね、この状態で30秒ぐらい、はい、っていうのをですね、やった後、これどっちもやってあげた方がいいと思います。右が痛くても、どっちもですね、左もやってあげた方がいいと思います。で、やった後にですね、こう歩いてもらうと、やった方の足がですね、こうスムーズに足が出るんじゃないかなと思います。はいですね、
まあ、なんでこのお尻の、ストレッチをしないといけないかというと、先ほど言ったようにこの筋肉が硬くなってくると、どうしてもこうガニ股ですね、ガニ股になってしまって、膝にかかる負担が大きくなるっていうのがありますので、ぜひですねこのストレッチっていうのをやってみてください。結構ここがですね原因で、膝の痛みが出てる方結構多いです。はい、引っかかってくるところになりますので、ぜひ一度やってみてください。はい、そしたら今日はですね、これで終わるんですけども、まあ、こんな感じでですね、痛みをなくすためのヒントやアイデアをお届けしてますので、おそらくこの辺に私の顔マークありますので、今それを押していただいて、また見てください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。